賀県立大学人間看護学部4年生の赤井美久奈と申します。よろしくお願いします。未来看護塾は17年前から継続して地域貢献の大見楽座のプロジェクトチームとして継続して活動を行っています。活動目的としては心も体も生き生きと健康に生活を送ってもらうように支援していくことを目的に活動を行っています。彦根市内の保育園や地域の障害者施設などで定期的な活動をさせていただいています。その場では地域の方々との交流を通して関わり方などの学習をさせていただいたり、ハンドマッサージなどを実施させていただくなど、授業で身につけた技術なども発揮させていただいています。さらに地域の防災活動などにも参加させていただき、地域の方と一緒に防災に対する対応策なども一緒に身につけたりしています。他にも生き生き健康支援活動として大型商業施設などで活動させていただいたり、その他にも病院などの病院祭りなどに参加させていただいたり、その他はちびっこ広場など多くの年齢の方々を対象にして、すべての人が生き生きとした生活を送っていただけるような活動を行っています。その他にも被災地である南三陸町の方に行かせていただいて、健康のイベントを開いたりさせていただいています。このように多くの方を対象とした健康を意識してもらえるような活動を広げていけるようにすごく頑張っています。で、そうですね、これらの活動を通してすごく地域の方々の笑顔とかがすごいやりがいになっていますし、私たち自身の看護としての学びになっているところもすごく大きいので、これからも続けていきたいと思っています。今コロナっていうご時世で活動できていないところもすごく大きいんですけれど、今私たちに今だからこそできることは何かっていうのをすごく考えて、今だからできることもそうですし、これまでの活動が少しでも再開できるように頑張っているところです。人間看護学部4回生の青柳光也です。最も印象に残っている活動は、僕が1年生の時に緩和ケア病棟にお茶出しのボランティアに行った時のことです。緩和ケア病棟っていうのは、もう終末期にある患者さんに積極的な治療はせずに苦痛を取り除くというところになってます。そこでお茶出しをさせていただいたのですが、その時に出会った患者さんの中に梅昆布茶が大好きな患者さんがいらっしゃいました。でいつも僕が行くために梅昆布茶が欲しいというふうにおっしゃっていたのですが、その方が亡くなる直前に最後僕がボランティアに行かせていただいた時に、病床で少し苦しみながらも僕に対して両親は大切にしなさいという言葉を残してくださいました。翌週行った時にはもうその方は亡くなっておられたので、最後に会うことはできませんでしたが、その言葉を聞いて僕がその方に対してどんな看護ボランティアができたのだろうかということや、がん看護とは何だろうか、終末期の患者さんにどのような看護が提供できるのだろうかということを振り返るすごい、機会となりました。人間看護学部4年生の大江うららです。未来看護塾の活動を通して看護に生かせていることは患者さんとの関わり方です。私は病院でのデイケアボランティアを通して患者さんの看護ケアについて深く考えることができました。特にそのデイケアで行っていたケアをヒントにして、患者さんが病院生活を少しでも楽しく少しでも楽に過ごせるように考えるようにしていました。また患者さんや地域の方々とたくさんお話をすることによってコミュニケーション能力も上がりましたし、患者さんの特徴や疾患に合わせてコミュニケーションを取ることができたと思っています。未来看護塾の活動を継続することで、私自身も
楽しいという気持ちや達成感を味わうことができたので、看護職として地域の方々に貢献したいという思いが強くなりました。